福島牝馬ステークス2021、その馬中山牝馬ステークス出た。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分で分かる外球データ編ということで、福島牝馬ステークス2021を確認していきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の福島牝馬ステークス外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去の福島牝馬ステークスでどのように構想するのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の福島牝馬ステークスはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら福島牝馬ステークス2018年の傾向でございます。1着が金賞雪姫、2着が川北演歌、3着が電光暗示でございました。今年は2着のみが外球調整となっております。そしてこちら福島牝馬ステークス2019年の傾向でございます。1着は電光暗示、2着はフローレスマジック、3着はダノングレースでございました。この年は2着と3着が外球調整となっております。そしてこちら福島牝馬ステークス2020年の傾向でございます。1着はフェアリーポルカ、2着はリープフラフラフラミ、3着はランドネでございました。今年は1着と3着が外球調整となっております。福島牝馬ステークス2021で狙うのはということで、大きなポイントが見つかりました。中山牝馬ステークス組、3年連続の法則でございます。2018年1着の金賞雪姫は中山牝馬ステークスを7着、2018年2着の川北演歌は中山牝馬ステークスを1着、2019年1着の電光暗示は中山牝馬ステークスを4着、2019年1着のフローレスマジックは中山牝馬ステークスを5着、2020年1着のフェアリーポルカは中山牝馬ステークスを1着というステップで向かってきました。中山牝馬ステークス組には着順に関係なくご注意ください。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたら LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。